タレント活動や講演会、コメンテーターなど多岐にわたって活躍中のエッセイスト、安藤和さん。奥田英二夫人としても知られていますが、祖父は教科書でおなじみの犬飼剛ということを知る人は少ないかもしれません。この記事では安藤さんの実家の家族にスポットを当てました。父、母、兄はどんな方なのでしょう。また愛人の子に生まれた婚外子でありながら箱入り娘として育てられた生い立ちにも迫ります。目次、安藤和の父は元法務大臣、犬飼健。安藤和の母、荻野雅子は元芸妓。安藤和の異母系は犬飼康彦。もう一人の兄とは、安藤和の実家と生い立ち。安藤和の父は元法務大臣、犬飼健。安藤和さんの父は、5.15 事件で首相在職中に暗殺された犬飼剛の三男、次男とする資料もある犬飼健さんです。健さんの実母は強の正妻ではなく、斉藤仙さんという芸妓でした。朝廷の廃嫡後、健さんは犬飼家の志士に。東京帝国大学哲学科を中退した後、大正期には白樺第二世代の作家として活動していましたが、元号が昭和となった年に断筆。その後、政界に転じて親子2代の政治家となり、第2代、第3代の法務大臣を務めました。健さんは中御夫人との間に一男一女を設けており、内長女が評論家の犬飼美智子さん。安藤和さんの母は中御夫人ではなく、荻野雅子さんですから、美智子さんは27歳年上の異母子にあたります。荻野雅子さんの没年や享年から逆算すると、庄司さんと健さんの年齢も親子ほどの違いがあったことがわかります。安藤さんは父が51歳の時に婚外子として誕生し、後に認知されました。年の離れた親子だったため、祖父と孫に見られることが多かったそうです。ところが1960年8月28日、健さんは64歳の若さで他界。安藤さんはまだ中学1年生でした。上智大学中退後にイギリスに留学したのは父の遺言だったそうです。安藤和の母、荻野雅子は元芸妓。安藤和さんの母、荻野雅子さんは東京、台東区柳橋の芸妓でした。女学校を辞めて下流会に身を投じたのは、実家の石材店が倒産したから。その後、健さんと出会い、芸妓を辞めて料亭、荻野を切り盛りするようになりますが、この資金繰りには健さんのサポートが少なからずあったでしょう。健さんの葬儀では、犬飼家の親族席に座らせてもらえなかった愛人とその子。けれど雅子さんは、それが何だっていうのよ、年賀にもかけなかったと言います。母は江戸っ子かたぎで、さっぱりした性格だった、と安藤さん。健さんの没後は、娘をパパからもらった宝物と呼んで溺愛した雅子さん。口うるさいほど厳しく管理して育てたのは、まな娘への深い愛情の表れだったのでしょう。雅子さんが82歳で亡くなったのは2006年4月15日でした。おむつの交換や介護食を作るなど、すべてをつぎ込んだ介護生活は助走期間を含めると12年に及んだそうです。介護中も看取った後もうつに苦しんだ安藤さんでしたが、後に寛解。こうした体験をもとに、おむつを履いたまま、介護後、うつ、透明な箱、脱出までの13年間、を上司したほか、介護経験をテーマにした講演も行っています。安藤和の異母系は犬飼康彦。もう一人の兄とは、安藤和さんには、父、健さんが正妻との間に設けた20歳年上の異母系がいます。名前は犬飼康彦さん。康彦さんは学習院大学を卒業後、共同通信社に入社。
1991年から1998年まで社長を務め、退任後は相談役として活躍しました。2015年7月12日、虚血性心疾患のため87歳で亡くなっています。安藤和さんの兄として一般的に知られているのはこの康彦さんなのですが、実はもう一人2位がいるようですね。2010年9月、安藤さんはロドリゴ・ガルシア監督の映画愛する人のプレミア上映に、娘で映画監督の安藤桃子さんと出席。その際のトークショーで、生き別れの兄を思い出して涙ぐむ一幕がありました。ご本人の言葉によると、母は兄を産んで間もない頃に兄を手放さざるを得なくなり、それからは会うこともままならず、ずっと兄のことを気にかけながら生きていたとのこと。安藤さんの言う、母、とは、実母の庄司さんとしか考えられません。仮にその兄が父方に引き取られたとすれば、父親は犬飼健さんとは考えにくいですね。また健さんには、康彦さん以外の息子の情報もありません。この兄とは7歳違いで、安藤さんが15歳の頃に白血病で死去したとの情報がありますが、残念ながらソースが不明で定かではありません。安藤和の実家と生い立ち。実家は都内でたびたび引っ越し、実家は安藤和さんの成長に伴い、たびたび変遷しています。母、雅子さんが経営する荻野は、前を隅田川が流れる一等地にあり、当時としてはモダンな洋式トイレがあるほど贅を尽くした料亭でした。幼少期の安藤さんは、荻野の2階で母と暮らしていたようです。小学校に上がる頃になると、母が料亭の真向かいに建てた家で祖母や小原親族との同居生活がスタート。雅子さんの母や妹にあたります。中学生になる頃には、料亭街は娘の育つ環境としてよろしくないと考えたのか、千代田区麹町の庭付きの戸建てに転居。さらに20歳を迎える頃、母は、これからは、あなたの花嫁修行に付き合うわ、と宣言して、荻野を畳んでしまいます。この時に購入した港区のマンションには、マンション内で数度の引っ越しを繰り返しながら、長く居住することになりました。生い立ちは裕福な箱入り娘、婚外子として生まれた安藤さんですが、育った環境はとても裕福でした。学習院初等科から高等科を経て上智大学に進学し、その後イギリス留学したことも、お嬢様育ちを物語る学歴と言えるでしょう。幼い頃から自分専用のお手伝さんがつき、中学3年生まで自分でお金を払って買い物をしたことがなかったそうです。当然ながら、日常生活にも母の厳しい目が光ります。日記を読まれるのは序の口で、外出先で承認付きの連絡を入れさせられるのも当たり前、一人で電車に乗ってはいけない、授業が終わったら連絡を入れなさい、と、母の管理は続きます。窮屈な生活の反動か、イギリス留学中は開放感に浸っていたのだそう。雅子さんの厳しすぎる管理からは、娘を大事に思う気持ちが伝わってきます。そこには妾の子でも立派に育て上げてみせるという意地があったのかもしれませんね。